はい、どうも、シュータです。今回は、三国志戦 with パープキッド。ついに三国志に手を出してきた。やってまいろうと思います。さあ、三国志というとですね、紀元200年より前からの物語でございます。その頃、日本は卑弥呼なんかはいましたが、もちろん大化の改新なんてまだ400年も後の話。その頃の中国の話ですね。中国というとですね、大航海時代が訪れるまで文明度、そして科学力、世界トップ、これ意外に知られてない事実ですね。中国といえばもう世界のトップだったんですよ。だからですね、日本なんかそんな卑弥呼の頃なんか歴史書残ってないですからね。だから中国はあったんですね。特にこの魏ですね、三国志という魏呉蜀っていうんですけど、魏にはそういう歴史書を編纂する部署がきちんとありましてですね、三国志も蜀から魏に移って、後の秦ですね、司馬遠が作った秦の官僚というか文官になる陳寿という人が三国志という歴史書を編纂したんでございます。まあ、これからですね、三国志正史といいまして、皆さんというか一般的に知られているのは演技の方ですね。僕が演技とか正史とか言うとちょっと威嚇臭い匂いが漂うんですけど、ちょっとそこやって横道に逸れてくると、だん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 本題からどんどん外れていって、この前説がすごく長くなるんで本題戻りますよ。演技と正史何が違うかと言いますとですね、演技というのはですね、平たく言うと真田十勇士とか水戸黄門みたいな、あの話膨らませて創作部分の多いやつですね。今の例えすごく良かったと思います。だって真田十勇士なんて実在したのはほとんどいないですからね。霧隠れ才蔵とかはいたんじゃないかみたいなこと言われてますけども、まあ小説用、メディア用、お芝居用といった感じですね。演技は庶民用という感じで一般に広く浸透してしまっているものなんですね。例えば漫画の横山光輝三国志、僕も前回読みましたけども、あれは三国志演技を元にした吉川英治大先生の三国志を元にした漫画ややこしいけども、演技を元にした小説 を元にした第三次創作ですよ。二次創作どころか三次創作、いや四次創作か、四次創作なので、横山ミステル三国志で三国志を覚えちゃうと、まあ劉備様様っていう感じですね。劉備すげえ、孔明すげえ。正史はどうなのかというと、例えば劉備でいうとですね、桃園の誓いとかないです。本当はあれを作り話です。まあここら辺僕もこっちが正史でこっちが演技っていう、なかなかですね区別がつかない状態なんでございますけども、これ区別つく人は相当な歴史通貨、もう歴史研究家ですね。はい、もう商売にしていいと思います、それはもう。ということでですね、最初なんで信長の野望でしたら信長でやるところ、ここは私ね劉備玄徳でやってまいります。後期の乱から参りましょう。おすすめ武将から劉備を選びます。難易度設定はですね、カスタムで上級の勢力拡大遅いで歴史イベントありにしとけば結構イベントは出るんで、寿命は史実、討ち死にはなし、全てははい、そんな感じでやってまいります。劉備24歳からですね、皇帝になる頃はもう50、60ぐらいですか。でやってまいりましょう。チンピラ劉備玄徳マイル。劉備玄徳ですね、正史による玄徳っていうのはですね、まあ、とにかく人に好かれるタイプだったんですね。平たく言うと、オープニング見ましょうか。184年、黄巾軍が勇士を脅かすようになると。これはですね、演技にあった一番最初のやつですね。見ていきましょうかとか言ってガンガン飛ばすやつ。まあここは皆さんはお分かりでしょう。こっからですね、桃園の誓いなだれ込むわけですね。義兄弟のちぎりでございます。桃園だけに我々はここからチンピラ探偵事務所ピーチクラブを設立するのだ。さあ事務所開設だ。劉備、劉備、関羽、関羽、魏、張飛、張飛。生まれた日は違えば願わくは同じ日に死なん。史実こんなエピソードはなかったということなんですが、まあ三国志演技ってよくできてて面白いですよね。
はい、桃園の誓い。はい、そういうことでございます。桃園の誓い結びましてございます。まあ、そもそも三国志演技がなぜできたかというとですね、その頃できた当初というのは元が中国を支配しておりまして、元というのはモンゴルですね。元をたどればチンギスハーンの子孫でございます。で、中国というのはやはり漢民族が今でいうと 95% 漢民族でしょうか。で、この漢の時代の民族ですね。なので、その漢王室を再興しようとした劉備をやっぱ持ち上げようとしたんですね、後の世の人たちが。まあ本当だから真田幸村に似たような感じですよ。真田幸村も徳川時代、徳川を倒そうとした真田幸村をこういろいろ持ち上げて、いろいろ創作を作ったりしたわけでございます。なので、そういう部分が多分にある物語が三国志演技ということでございます。で、このゲームイベントも結構演技のイベント多いですね。で、劉備君は最初どこにいるというと龍炎配下なんですね。さあ、ここはですね、もうさっさとですね、私たちはですね、まず同志を募ってですね、さっさと私たちはゲアしたいところなんでございます。なにせチンピラ劉備ですから、探偵事務所という名の何でも屋を設立してですね、民からお金をいただくという、いろんなみかじめ料とかですね、盛り代とかやっぱりいただいていかないといけないですね。さあ、これ初期面ですね。関羽張飛と関羽。関羽はですね、目立たない初期面ではございますが、まあ無節操な人物であったという評定でございますね。まあ人前ですぐ兵しちゃうようなやつですよ。そんな感じです。はい。だ、劉備がどんどん出世して偉くなってですもんね。いつまでも経ってもあざなの、おい玄ちゃん玄ちゃんみたいな感じで呼んでて、ちょっと周りに示しがつかねえみたいな、お前ちょっと空気読めみたいな感じですね。それが関羽でございます。知力と政治は高めですね。これ三国志の初めからいますね。そうなんですよ、僕三国志はですね、セブン・エイトあたりまで、まあ特にセブン・エイトめちゃくちゃやり込んで、まあその前の作品もめちゃくちゃやり込んでるんですけど、まあそこら辺でもう本当にやり込んだなって、もうやり込んだ感出ちゃって、最近のは12をやったかな、12をちょっとやって、一通りやって、ちょっともうやっぱり三国志もういいわぐらいな感じになったんですけども、13めっちゃ面白いっていうのを今さら聞いてですね、今さらやってるんでございます。やっぱ小石区なんで三国志は前作やらないとダメですね。まず関羽が同志になるまではとりあえず劉炎配下にいて、とりあえずなんか探しましょうか、同志になれるやつ。ここいるのかな、ケイ。ケイっていうのはですね、どんな場所かというとですね、ぐーっと引きますとかなり北部ですね。まあ辺境といっても差し支えないかもしれないです。で、現在の状況、黄巾軍この範囲ですね。この範囲、世の中の半分は黄巾軍みたいな感じですね。で、これが提言、配下には呂布がおります。で、これ何って書いてある、これ家臣ですね。まあこれが中央ですね、漢王室中央の家臣将軍の勢力でございます。で、こちらが董卓。董卓まだ1個しか拠点がございません。で、これは馬頭ですね、馬長のお父さん。で、この孫、大泉逸郎ではないですよ、これは懐かしいな。これは孫権、お父さん孫権ですね。で、これは高孫さんでございます。高孫さんは劉備さんのお知り合いですね、語学友です。というところで、まずは経緯の調査でもしてみますか。訓練やりたくねえな。拒否、申し訳ありません、お断りさせていただきます。全然言うこと聞かねえのこの劉備。関羽の手伝いなんかしないよ。誰も見つかれませんでしたね。ケイは田舎でございます。外出ましょうか。もう可否あたり行ってみますか。可否、ちょっと掘ってみますか。可否を、異名弁士、弁士取りましたね。異名というのがございまして、これですね、これ異名は大きく分けて6系統でしたっけ。6系統ですね。将軍、商人、任侠、管理、軍師、武官ですね。で、劉備さんのおすすめは義心奨烈ですね。奨烈帝ですから、劉備さんは劉備さんのためにあるような異名ですね。で、異名というのはですね、この効果がありますけど、私兵兵力上昇大だとかですね、名乗っとくといろいろメリットがございます。で、これが今召喚ですね。
1、2、3、4段階ありますね。さらに何系統かに分かれるという感じでございます。さあちょっと可否を探索してみましょうか。可否に、お、ザイヤいる、チンケだチンケ、劉備ファンのチンケだ。で、劉備さんは人徳のスキルを持っておりますので、特技を持ってますので、見知らぬ相手にもずか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 と心の内面までいけるわけです。劉備さんは本当に一つたらしですからね。だから僕もね、最初、まあ、三国志正史調べてるうちに、まあ、劉備って日本でいう羽柴秀吉みたいなああいうやつで、中山聖王劉璋の末裔とか言ってるけど、どうせそれも嘘っぱちなんだろうって、秀吉みたいにみたいな思ったんですけども、まあ、中山聖王劉璋の子孫である可能性は高くてですね、特権階級しか受けられない学費の免除だとか、まあ、税の免除だとか、いろんな免除項目を受けてたらしいんですよね。これはなんか記録にも残ってるようなので、まあその漢王室の末裔であるというのは、まあ、間違いないだろうという話なんですね。しかしながらですね、中山聖王劉璋と言ってですもですね、これは皇帝の弟になるわけですよ。中山聖王劉璋の子供と孫を合わせて120人ぐらいいたらしいんですよ。だから300年前の時点で120人も子孫がいたと。もうそこから派生して劉備ですから、もうだから漢王室の血を引いてますなんていうやつはそこら辺ゴロゴロいたんですね。ゴロゴロいて、みんなが特権階級だっつって免除を受けているような状態の国でございました、中国は。もうその時点でもう世は乱れると思うんですよね。だって特権受けてない人がその人の分の金を出すわけですから、結局全金で。で、話を元に戻しますと、劉備はだから人たらしでですね、特に豪傑、まあ、関羽や張飛みたいなに取り入るのがうまい、まあ、仲間にするのがうまかったわけですよ。それを見ていろんな人たちが劉備と友達になろうなろうと寄ってきたわけですね。まあ、それを人徳といえば人徳なんでしょうけど、もうチンピラといえばチンピラなんですよ。まあそれが愚連隊かどうかはわからないですけど。で、黄巾討伐の義勇軍をやりながらあっちこっち行くんですけども、まあそのたんびにですね、いろんなところの地方役人に取り立てられたりするんですけど、すぐ辞めちゃうんですよね、劉備さんは。さあちょっと陳家と仲良くしましょう。おっと、絆成立だ。パンヤオ、パンヤオだ。関羽と関羊がパンヤオになったぞ。これで関羊を同志に入れられる。さあ同志枠あと一人だ。このまま陳家を同志にしてしまいたい。報告します。論功行賞劉備ゼロ。何もやってねえ。さすがチンピラ、全然働かねえ。他人のためには働かねえんだ。陳家は書物と酒が好きなので、土産を買っていかなければならない。酒でいいか。なけなしの金をはたいて陳家に酒をやろう。ほら酒だ、これ交換状態になる。これでよし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 。ここで絆イベント。さあ出た。おう劉備殿が、ちょうどいいところに一つ力を貸してもらえんか。これが絆イベントでございます。高名な学者が世捨て人になってしまった話を聞いたことあるか。その学者の書庫には多くの貴重な書物があった。ああ、これ書物買ってこいか。金ねえわ。3200もするじゃねえか。それ相当貯めないとダメだ。とりあえずこれは保留だな。お金を貯めなければいけない。とりあえず女がなんか手伝ってほしそうだから、これちょっと五穀隊。こんにちは。こんにちは。どうもどうも。ちょっとおっぱいつままませてもらってよろしいでしょうか。お手伝いしますよ。そういう下心で。さあ下心でお手伝いをして、とにかく顔は広めに取っていくことが重要でございます。よし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 。こうやって恩を売っていこう。他国に対しても私は恩を売っていくのでございます。もうこの状態でゲアしちゃいましょうか。ゲアだ、ゲアゲアゲア。ざま、龍炎ざま。よしよしよし。この可否にピーチボーイズ、さあ反町隆史と竹之内玄徳が活躍するピーチボーイズだ。だいぶなんか話が逸れてきたぞ。
まず異名を名乗り直さなければいけない。まさにチンピラ。遊興、遊興から次の強者になるには必要名声10、武名が100、同志5人で全校の武名以来達成1。これはすぐできそうでございますね。さあとりあえず陳慶と関羽を結びつけて、これで陳慶とりあえず同志になれますね。まあ、何をするにも最初金がかかるんでございます。とにかくお金を稼がなければいけない。おっとクイズだ。五国隊ちゃんからのクイズ。三国志、先日話題になった王院という将、どこの勢力のものか知っておりますか？それはもちろん、これそうだ、上を押しても一番下になんなかったんだ。やっちまったぜ、分かってたのに。毎回これで間違えてしまう。さあ最愛実績がマイナス5になってございます。くそ、このクイズいつもそうだ。上を押しても一番下にはいかない。これ下2回押さなければいけないんだ。お、関羽とは手紙来た。関羽からの手紙。陳慶殿と交友を深めております。近頃ハグッと打ち解けてきました。ハグッとってなんだろう。近頃はグッドだよ。おじいちゃんとハグしちゃったかと思っちゃった。手伝いに来るの遅いわ。ありがたい。よしよしよし、兵糧2200と金440。さあこうやってちょっとずつちょっとずつお金と兵糧を貯めてって、黄金属なんかを討伐なんかするとさらにお金がもらえる。そうやって黄金属を退治していこうと思うのでございます。おっと、郊外からクイズだ。妙案があるぞ。近頃孫成殿の名をよく聞く。その主君は誰か知ってるか。そんな分からない人間いるのか。孫権に決まってるだろ、孫成なんだから。さすが劉備殿じゃな。さあこんなんで親近感とか上がっちゃって好感持っちゃったりする。郊外とはなんて単純なやつなんだ。これだから酒場はやめられねえぜ。張飛からの手紙だ。ラブレターフローム張飛。駅徳駅徳、何の駅徳。陳慶陳慶、意気投合、ずいぶん仲良くなったぜ。陳慶と陳の慶とずいぶん仲がいい。ほう、そうか、あいつはマッチョが好きか。陳慶は。お、美塾が現れた。美塾だ。こいつも仲間に入れなければ。美塾と陳慶といえばもう劉備新派の商人として、もうそれはそれはもうパトロンとして大活躍でございますよ。金主金主。おっと、絆成立だ。関羽と陳慶パン屋を、そして張飛と陳慶もパン屋を。さあみんな絆を深めていく。兄者の新書で交友中だが、先日も美塾殿と一晩中語り明かしてしまったぜ。おいブラザー、お楽しみじゃないか。随分美塾殿と。しょうがねえな、本当にホモは。今のは言い過ぎですよ。シュータさん訂正してください。失礼いたしました。おっと、さらに突っ込んだ発言をしている。美塾殿とは最初に会った時から他人のような気がしなかった。共にいると気分が安らぐ。恋人か。おい大丈夫か張飛。どんどんそっちで汚染に行くぞ張飛が。お、総評まで嫌がる。総評はですね、最初の方の三国志ですごいパラメータ低かったんですね。最近見直されてきてますね。よし、とりあえず兵も7900になったところで、天下万民がさあ出陣だ。劉玄徳出る。そして絆成立。美塾と右穂張飛、総評と張飛、仲は取り持てるのかこれ。大丈夫か。ちょっと遺恨があるけど大丈夫か。あんまり仲良くならなそうだな。よし行くぞ。トロ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 。やさあ着いた。賊のたまり場ができたのだ。お前も賊だろうが、黄金軍め。まあしょうがねえ。賊というのは何だろう。黄金軍が言う賊とは、お、賊なんだな。さあ倍ぐらい敵がいるか。我々倒せるのか。前に 全員持ってきて、相手も3部隊だ。なんとかなるだろう。よし、こいつ。全ては天下万民のため。全ては天下万民のため。劉玄徳参ると申しておりが、本当に天下万民のためと考えていたのだろうか。
本音と建前というのは必要でございます。よし、こう進んでいこう。さあ、ぶつかる。あの陣出てきとぶつかるぞ。我々は全員騎馬隊でございます。軽騎馬でございます。おっと、あっちに向かう兵士がおる。あれはどういうことだ。さあ、陣を壊していたら賊が近づいてきた。さあ、ここで放ってやるぞ。相手は槍か。ちょっと分が悪いな。こうやって周りを囲んでしまうと強撃という効果が発生するんですね。効果、こう強撃が出るとポジションまで行かないといけないですね。そして劉備は大義采配だ。大義采配は士気が上がる。三国志13ではですね、士気がまあパーセンテージみたいなもんですね。士気100なら、まあ、攻撃も100から下がれば、例えば10下がれば90みたいな、まあ、平たく言うとそんな感じでございます。だから士気が200になると倍ぐらいに上がっちゃうみたいな感じですね。今こそ奮い立つのだ。はい、上がりました。攻撃50ぐらい上がりましたね。士気20上がっただけで防御も上がります。よし、これで攻めていこう。さあ、囲んで囲んで、さあ強撃だ。そして陣も制圧する。制圧しながら拠点も制圧する。おっと、一騎打ちになった。これは勝てるのか。命が惜しけりゃそこをどけ。どかぬわ。一騎打ちやってやるわ。お前武力60しかねえんじゃねえか。この身でするバチーン。ふふ、食らうがいい。私の攻撃を、まず防御を入れて攻撃攻撃、最後に必殺を持ってこよう。さあ、殿下の報道出るか。雌雄一の剣、さあ一撃で防御成功。これで必殺技いつでも出せるぞ。さあ2回目攻撃セキット。お、弾かれた。必殺来るか。相手は来ない。さあ最後出るぞ。リュービゲントグのオナニーブレード炸裂だ。さあ相手は 大勝利とまではいかなかったが勝利いたしました。一騎打ちで。一騎打ちなんて本当にあったんでしょうか。しかしそんな、よしよしよし、強撃で難なく壊滅いたしました。あと2部隊壊滅させるか、この本陣を落とすかですね。そういう具合になっております。こいつはどこに行くんだ。さあここ行くぞ。ここ本陣に寄せる。本陣取っちまえばいいんです。攻撃采配などやってくるか。よしよしよし、囲むぞ囲むぞ。さあ行こう。かしこまった。本陣は強撃できないのか、もしかして。大義采配だ。今こそ奮い立つのだ。お、攻撃采配をバシバシ出してくるか。おっと、すぐ壊滅した。我々の攻撃力すさまじいものがあるぞ。そして本陣を攻撃する。いいですね、兵もあんまり減っていない。さあ慌てて戻ってくるが、もう本陣は風前の灯火だ。さあ陥落した。陣制圧だ。本陣陥落。勝つとし、義あればこそ、義あればこそのよくやってくれた勝利でございます。建前でございます。何せ私たちはチンピラグレン隊でございます。先行1位は取れなかった。関羽にしてやられたわ。さあ2位はいくらもらえる。369円もらいましたね。さあ初戦を勝つ年してございます。さあご褒美をいただきましょう。武名60、所持金3000、兵糧15000。こうやってですね、あっちこっちから金を巻き上げて義勇軍という名のこの兵士を養いやっていくんでございます。黄巾軍に入らねえかっつってけど、黄巾軍に入るわけねえじゃねえかバカタレが。それじゃあもう大義名分があるんだよ。こっちにもイメージ戦略ってもんがあるんだよ。ダメだよ、劉備が黄巾軍入ったら一大事だそれは。さあ無理な話だ。さあといったところでチンピラ劉備の冒険始まったばかりでございます。
次回あるかなこれまあゆっくりやっていこうと思います。今回はどうもありがとうございました。